作られて、とっ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 ても甘い豆乳さん。小さな時から白くて甘い、僕らの町では当たり前。とっとっとっととっても甘い豆乳さん、泣き顔あの子に飲ませてごらん、ほら笑顔さ豆乳の歌。豆乳さん、ホットで飲んでもまた格別さ、佐世保の味さ豆乳の歌。ああどうもありがとうございました。佐世保から来ました中野と申します。最近ですね、あの YouTube にですね強敵が現れましてね、あの若いまあトモミンちゃんみたいな女の子がですね、この甘い豆乳の音別のバージョンを作ってるんですよね。驚きましたですね。今日は寒かとかね、寒かったよね、うん、ちょっとねもうちょっとねお天道様の出ればよかったっていう、困ったもんだなぁということで、だからですね、では、次にですね、さっきのあのオリジナルということで自分で作った歌なんですけどね、次はちょっとカバーの曲をですね、これねオフコースさんがですねまだね小田和正さんと鈴木康さんと2人でやってた頃なんですよね。その頃には水曜日の午後とかね、あの懐かしい歌があるんですけれども、その中でですねワインの匂いというですねちょっと おしゃれなね歌があるんで、それをやってみたいなと思います。よろしくお願いします。ワイン好きなその娘はいつでもいくつもいくつもメロディーを作って窓から遠くを見つめながら優しく悲しいピアノを弾いてた。別れた人の思い出を歌にして涙を流しては口ずさんでいた。初めて二人で歩いた日々、あの子はささやいた、目を閉じたまま。私はもう誰もすっきり鳴ることもない。今はありがとう、あなたはいい人、もっと早く会えたら。私はもう誰も幸せが時の流れに乗ってあの子からしばらくの間この街から
離れて一人旅に出てみるの。あの雨の日傘の中で大きく僕がついた。ため息はあの一人聞こえたかしら。という曲でございましてね、ありがとうございました。ね、いや昼からワインもねいいですよね。さっきねあのガンさんがね雷三陽さんをちょっとねかな吟じられたのかな。でね雷三陽さんを聞くとねやっぱり清酒日本酒ですよね。あの顕微子にね不要不べし酒のべしというね雷三陽さんの歌がこうラベルに書いてあるんですけどね。まあ今から熱燗がね最高じゃないですかね。実はあの先日あの鳥栖にですねのウエスタンというライブハウスがございましてね、そこであの芸名をもらいましてね、その芸名は 何かというとですねオンリー中野という名前をいただきまして、私ねオンリーよりねあのロンリーの方が良かったんですけどね、いややっぱりオンリーだということですね。でその名前の由来をのになった曲ということですね。最近あのテレビのねなんかビットコインかなんか、なんかな、コマーシャルで時々出てるんですけども、あの、まあ、グッチユーゾーさんあたりで有名になりましたね。オンリーユー聞いてください。オンリーユー can make all this world seem right。The darkness bright. Only you and you alone can truly like you do and fill my heart with love. Only you. Oh, only you.Oh, only you can make the darkness bright. Only you and you alone. あ、すみませんね。あ、ちょっと待ってください。うん、すみません、気を取りまして。Only you.Can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do.どうもありがとうございました。オンリーでございましてね、いやなんか感じがいいですね。芝生があってですね、欅が 1,2,3 本ですか、ね、まだ欅葉ついてますよね。あのこう3本でかい木ですね、欅の木ですよね。では、ちょっとねすいませんね、途中でですねやっぱりあの
健忘症に陥るんですかね、ポーンとですね、忘れることもあってですね、最近マスクをね忘れることが多くてですね、でマスクをねこう顎にしてるんですよね。でそれが分からなくてまたマスクをするというですね、二段マスクっていうのがですね最近多くございましてね、以前はね眼鏡を上に上げて眼鏡を探すというのがあったんですけどね、それに加えてそのマスクをですね二つさせるというのが、まあそういうふうなあれなんですけども、ではもう16分になりましたから、またポケットにね入れてるんですけどなかなかできらんで、では最後にですね、皆さん今日どうもありがとうございました。次はね、ともみんさんとか、あと江上先生とかがね、素晴らしいねアーティストがですね続きますんでね、最後までね楽しんでいけたら行って帰っていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。では君の瞳は1万ボルト、どう、扉の瞳に誘惑を投げる金木犀の咲く道を、銀色の翼の馬で駆けてくる20世紀のジャンヌダークよ、君の瞳は1万ボルト、地上に降りた最後の天使、君の瞳は1万ボルト、地上に降りた最後の天使、眩しすぎる朝に出会った時の、そんな心のときめきを知らぬ間に振りまき消えていた、季節外れのミストレルは、君の瞳は1万ボルト、地上に降りた最後の天使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 。どうもありがとうございました。中野でございました。どうもありがとうございました。